エドゥアルト・フォンデア・プファルツは、プファルツ・ジンメルン家の一族で、プファルツ・ジンメルン博。父は、プファルツ選定校で、ボヘミア王でもあった、フリードリヒ5世。母は、イングランド王兼スコットランド王ジェームズ1世の、娘エリーザベト。プファルツ選定校カール1世、ルートビヒ、カンバーランドコールパートは、兄、ハノーファー選定校、エルンスト・アウグスト・ヒ・ゾフィーは妹。 グレートブリテンをジョージ一世は追いに当たる。父が30年戦争に敗れて亡命した、メーデルラント共和国のハーグで生まれた。1632年に、父が没した後に、フランスへ移住。1645年4月24日に、マントバコをカルロ一世の娘アンヌとパリで結婚。カルバン派からカトリックへ回収したが、これを知った母から感動された。 1657年、母の元から逃げ出して、フランスに移住した姉のルイーゼ・ホランディーネをカトリックに回収させた。1663年、パリで没した。アンヌとの間に生まれた3人の娘はエリーザベトを通して、スチュアート家の血を引いていたが、カトリック教徒だったために1701年にイングランドで制定された、大井継承法で、 大井継承候補者から排除され、妹ゾフィーが、大井継承者に選ばれた。アンヌとの間に3人の娘を設けた。ルイーズ・マリー、カール・テオドール・フォン・ザルムと結婚。アンヌ・コンデコー、アンリ・サンセイと結婚。ベネディクト・アンリエット、カレンベルクコ・ヨハン・フリードリヒと結婚。ありがとうございます。